フドバルスキクルブボラツバニあルカは、ボスニアヘルェゴビナバニあルカを本拠地とするサッカークラブ。サッカーの他に、いくつもの他部門を持つセルビア系総合スポーツクラブ、ボラツの一部であり、特にハンドボール部門の RK ボラツは、旧ユーゴスラビア時代からボスニアヘルェゴビナで、最も成功したクラブとして知られ、ユーゴスラビアリーグで7回優勝し、1975年には、 ヨーロッパ王者に輝いている。ボラツとはセルビア語で、戦士の意。1926年に、ラドニチュキ、SK ボラツの名で創設され、1945年に、現在の名称に改められた。1961年、ユーゴスラビア一部リーグに初昇格。以後、昇降格を繰り返すものの、1974年には、ユーゴスラビアカップで準優勝。 1988年には二部クラブとして初の優勝を成し遂げた。一部リーグでの最高成績は1991年の4位。本拠地のバニアルカはスルプスカ共和国の事実上の首都であり、ボスニア・ヘルツェゴビナ独立後はセルビア系のクラブで構成されたスルプスカ共和国リーグに参加した。スルプスカ共和国一部リーグでは1回のリーグ優勝。 2回のカップ優勝をしている。国内のリーグが統一された2002年以後はプレミエルリーガに参加。2010年にはボスニア・ヘルツェゴビナカップで優勝し、リーグ統一後の初タイトルを獲得した。2011年にはプレミエルリーガで初優勝した。2016年にプレミエルリーガから降格した。 2017年にプルバリーガー RS で通算4回目の優勝を果たし、プレミエルリーガに昇格した。2017から18シーズンのプレミエルリーガは、チェリク・ゼニザと NK、ビテズが降格権でシーズンを終えたが、ボラツワニアルカは、FK ジャヤとクラブスタッフに対する未払い金のために、ライセンスを付与されずプルバリーガー RS に降格し、代わりに、チェリク・ゼニザが残留した。 2019年にプルバリガー r S で通算5回目の優勝を果たした。ボラツファンで埋まるスタンド。セルビア国旗の色が目立つ。2018年10月13日現在詳細はカテゴリー FK ボラツ、バニャルカの選手を参照。ありがとうございます。